暗くなっちゃう。こんにちは。いきなりこの肉を目の前にして撮る。こんにちは。あ、いっぱい来た。ありがとうございます。今日は料理、お料理をします。イエーイ。肉の塊。今日は何を作るかというと、じゃん、チーズタッカルビ。チーズタッカルビです。これ反転しちゃうんですけど、勝手にチーズタッカルビ作ります。あとね、ストーリーでも最初に予告してて、もしよかったら一緒に作りましょうって言ったので、もし一緒に作る方は頑張りましょう。もう一回作ったことないです、タッカルビは。で、なんか、じゃあ行きますね。もういきなり始めていいかな。じゃあ行きます。まず鶏もも肉を、あ、4人前で3枚なんですけど、今日はどうしよう、2枚、3枚ですね、3枚切ります。で、今日なんかちょっと、あのキッチン、あのホットプレートでやろうと思って、キッチンでできないので、あの高さ的にも椅子に座らないと切ってるとこが見えないので、ちょっとやりづらいけど椅子に座ってやります。ちょっと変な光景だけど気にしないでください。で、まず皮を取ります。さっき教わったんだよね、ママに。え、待って、さっきより難しくなってる、この皮。これいいよね、めっちゃ剥がれる。大丈夫、手切らない、気をつけます。さっきのがもっときれいに外せたな。あ、もう事前に手洗ってます、一応言っとくけど。難しい、いいや、ここだよね。なんか、もうなんか皮とか油が気になるので取るんですけど、気にならない方はそのままでも大丈夫だと思います。こういうの撮りたいんですよね、結構。焼き鳥屋さんとか行っても皮とかは頼まないですね。あと油が多いのとか。でもぼんじりって油か、どうなんだろう。でも好きなのは、みんな焼き鳥何食べ飲みますか。てか、もう焼き鳥屋さんも行けてなくて、もうやだ、行きたい早く。いいかな、こんくらいで。3枚あるからな。よし。で、あ、待って、ここは気になる。遅いけどすいません。料理初心者の方はちょうどいい時間だと思うけど、慣れてる人は遅そうって思いますよね。やだ、こういうとこすごい気にしちゃう。こんなのパパってやんなきゃなのにね。一回気になるとさ、無理なんだけど。あとで切ろう。とりあえず一口大に切ります。焦らないで大丈夫、ありがとう。椅子に座ってやるのむずっ。みんなこの音聞こえます？ルルルルルって。前回料理した時
この音楽流してて、この音楽電話の音鳴るんですよ。それが本当の音に似てて、お客さんがコメントで電話来てるよって言ってて、なんかその時そのコメントに気づいてなくて、後々見て気づいたんですけど、あ、音楽ですって思った。でもなんかも最初この曲聴いた時電話かかってきたって勘違いしちゃったもん。あと夜中に聞くとちょっと怖くなる電話の音が。完成した切ったやつはあの袋の中に入れてください。袋の中に入れてください。やだごめんね、みんな遅いでしょ、こんな肉ずっと切ってるとこなんて見たくないでしょ。気になるこれ白い。しょうがないか。いや、そんな遅くない？よかった。もう一個はどこだ、あった。さっき一個切っちゃったんで、もう一個は2枚。冷たい冷たなんかさっきより冷たい。電話の音聞こえたかな、さっき。川さんさよなら。あ、ほんと焼き鳥食べたい。焼き鳥屋さん行きたい。ほんとにね好き、焼き鳥。ライブの後に焼き鳥食べるの好き。軟骨と砂肝とか挑戦するのも好きだな。聞いたことない名前のやつとか。包丁で切ったべ。ティーちゃん無理。やだ、もう疲れた。もう最初の工程で疲れた、めっちゃ。もうやだ。もういいや。ね、本当にね、こういうのやってるとね、親って大変だなって思う。毎日ご飯作るの。こんくらいでいい？もっとやった方がいい。いい。ママ、これ、ママ、これ洗う？大丈夫？切る。ああ、そういうこと。唐揚げ。よし。例えばね、この前10キロ近く走りました。すごくない？すごくないって言ったらすごくないよね。自分で言ったら。いや、自分の記録としてはすごい。自分の、うん、そう。自分の今までの記録としてはすごい。みんなにしてはすごくないかもだけど。わかんないけど。走った。頑張った。なんかさ、なんか一回さ、筋トレとか、なんか、ちょっとやるときはもうちょっとなんだけど、一回ちょっとやって、なんか、今日はこんくらいやるって決めたら、なんかもう自分に負けたくなくて、
走ってる時も今日は10キロ走るって決めたらもうなんか走り出したらもう止まったらダメって自分に言い聞かせて、なんかそうすごいね、自分に負けたくないと思うどういうことだよなんか多分わかるかな、多分なんかそういう時ありません？なんかゲームとかでさ、ここまでクリアしないともう今日は寝たくないみたいな、そういう感じいつも走れないかも。もうこれで洗う？まな板。これをどけて、そこ。このまな板。じゃあちょっと包丁洗ってきます。いなくなります。ただいまただいま、洗ってきた。すいません、誰もいなくなっちゃった。で、これ袋に今入れたんですけど、切った鶏肉たちを。ん？何？で、次は調味料をこの中に入れます。なんだ、酒かみりん、どっちでもいいです。じゃあマーカはみりんを入れます。なんか本当は今日ね、さつまいもっていうのも用意してくださいって言ったんだけど、さつまいもがどこ行っても売ってなかったらしくて、ママが。でさつまいもって甘み出すじゃないですか。なんか辛いのだけじゃ無理なんで、 すごいさつまいも私にとって重要なんですけど、なかったのでみりんでちょっと 甘くなってほしいなっていう気持ちを込めてみりんにします。お酒じゃなくて。大さじ2。みりんってどんな味するんだろう砂糖大さじ1。やばい、濡れちゃった。これか、そうか、これどこ、これめっちゃ便利大さじ1。大さじ1入れます。混ぜる、もみもみします。出てきちゃいそう。混ぜます。全然砂糖が出てくんなかったしっかり計量する人は料理、料理じゃない、お菓子作りに向いてるだってどうだろうどうだろうな、もういい。次のものを入れます。もう一個、ほんとずっと混ぜちゃうから、これ誰かが止めてくれないと。ずっと止まる。燃え出す君の通り。次はコチュジャン大さじ2。もう一個コチュジャン大好き。なんか最近大人になった、舌が。ベロ、ベロ、ベロ舌。ちょっと辛いのが食べれるようになった。これ？大体でいいよね。
でもコチュジャン好きなんだよな。袋で取っていい？大さじ2。ハッピーじゃん。やばい、握力が。左手でやればいいのか。無理だっつって頑張って。こんくらい？左利きです。そうで、これも入れる。なんで今止まった自分何に悩んだの。入れるよ。やばい、上の方につけちゃうまいの。鶏ももにつけよう。よし、次。やだ、もうやだ。醤油大さじ2。あ、今日2強だった。2強、まあいいやまあ、2、大さじ2ぐらい。ラッキーじゃない、夢の匂いな、少し覚えてる。大さじ2強、さっきのコチュジャン、これは醤油。次はニンニクすりおろし1かけ。これいいんじゃない？もう一回はチューブ使います。すりおろさん、え、これ延長しちゃう感じ。じゃあ小さじ1にします。1かけって書いてある。これ肉につけた方がよかった。もう一回袋で。で、次すりおろし生姜。よし、そんで一味唐辛子、あれなんだっけ、粉唐辛子ってやつでもいいらしいです。もう一個は一味入れます。で、これは大さじ2前後なんですけど、辛いのが苦手な人は入れなくてもいいって書いてありました、ね。でももう一個も辛いのピリ辛ぐらいしか食べれないんで、パッパくらいにしてきます。パッパ少ない、なんかこんくらいのが入ってる。もっとそしてもうこれもえまあいいや。それで混ぜます。はい、混ぜますね。もう一度合ってますよね、きっと合ってますなんだよこの不安なクッキング合ってる合ってる。分かった分かった。ママ。そう、なんかさ、あんま上にやっちゃうとさ、こっから吹きこぼれてきちゃいそうで怖いの。でもそうするとさ、下までいって味。そんなギュウギュウしなくてもで、なんか混ざってくんないんですよ、一部分にしか。ごめんね、優しくする。ごめんね、お肉ちゃんって言ってもね、ちょっと混ぜたいんだよね。まあ、だいたいダメかな。そんなギュウギュウしなくてもってちょっとじわる確かに。でもさ、ここがめちゃめちゃ赤い。こっちがちょっと大丈夫。で、次の工程いきます。あ、
野菜だよ、野菜すら切ってなかった。次行くよ。じゃあキャベツから、これ使う、キャベツから切ります。キャベツは半玉、半分。あ、曲がっちゃった、最悪曲がっちゃったよ。ここに入れていい？大丈夫、危なっかしくないです、安心してください、みんなこれあんま芯ないわ、半分に切れてないから。で、これをまた半分にする。座りながらって結構難しいんですよ力が分散される感じする、なんでかわかんない。あ、これを半分の半分にして、で、これを4分の1か3分の1ぐらいにします。こんくらいかな、ね、で、ボウルに移します。座りながらじゃないとさ、あの映んないんですよね、切ってるとこが、キッチンじゃないから、ホットプレートだからさ。あ、これね、これ机じゃない、この木は机の上に木やってほまな板にしてます、だから安全。机、あ、そう、これまな板だ、そう、この木のやつも確かイケアのまな板。ありがとう、心配してくださって切り方怖い？え、どういうこと？待って、どういう、なんでだろう、なんでだろうな気をつけます、本当にね、怪我はしないように。すごい、キャベツってこんないっぱいになっちゃう、やば。次は玉ねぎですね。玉ねぎは1個。でっか。あ、大きいから半分です。とりあえず半分に切ります。こっちにしよう。で、これも芯を切る。こっちだね。どうやってやんだっけこれ。半分にするんだっけ、こう、こうだよ、こっちだよ、こうです待って、本当に一回も作ったことないから、やばい。あ、ちょっと熱いかな、大丈夫です。こんな感じで切ります。今なら君のことが分かるような気がする、夏の夜限りの味付けで。どんなさ、見てる方々が
ドキドキしながら見る料理配信なんてないよね。なんでね、こうするってこと。うん、喉が切れます。本当気をつけよう。で、次は人参。じゃあ。人参は半分にしました。1個ってなってたけど半分にします。で、半分の半分です。で、は大喜利なんだっけ、大喜利みたいな一応切りです。扇形っぽくないですか。これ気になるな。めちゃくちゃ薄くしちゃう。でも一応ね、小学校の頃お料理クラブ入ってました。学校のクラブ絶対入んなきゃいけないやつ、お料理。何してたんだろう、ちゃんと働いてたかな。で、次が、あ、そう、さつまいもが良かったんだけどなかったので、じゃがいもを使います。で、これはあの皮あっても使っても大丈夫なじゃがいも、新じゃがで、ちゃんとよく洗ったので今回は皮も使います。半分だよね、まず半分だよね。まず半分で、これこうだよね。薄めって言われたからめちゃめちゃ薄くしちゃった。こんなに薄くなくていいそうです。本当にやばい。本当ですよ、クラブ。すごい、さっきの学んだもんか、玉ねぎの部分。なんかポテトチップス作りたくなってきた。これ終わった。あ、まだもう一個あった。もう一個じゃがいもあります。うん、もう一個。ポテトチップスは何味が好きですか、皆さん。なんかさ、小学生の時一時期さ、めっちゃのり塩が好きだった。今は何でも好き。そりゃそうだよね。コンソメも好きだった時期あった。のり塩、のり塩人気すごい。薄塩はね、やっぱいいよね、王道っていうのかな。なんかね、ポテトチップスとおにぎり、なんでご飯、白ご飯を
ポテトチップス潰して混ぜると美味しいっていうのを昔テレビでやってて、昔やったら美味しかった。今度やってみてください、よかったら。 OK、 バター醤油とかやば、めっちゃいい匂いのやつだ。 OK、 もうやっとやっと焼けるとこに行けるよ。じゃあおさらばします。一回切れます、ここから。すみません。ただいま。じゃじゃじゃーん、ホットプレート。よし、これは何度にしよう。どこがどこ、こうだよね。160くらい、160か70度くらいに与えます。いや、こんなすぐ止まんないわ何やってんの、こんな手当ててもごま油、20まな板って意味、あ、なんか机が汚れないように大きいまな板やって、なんていうの、説明が下手くそなのでやめますチーズタッカルビこれもうさ、温まってからだよね、ごま油ひくの。どういうこと、アコギ弾きながらポテトお願いしますってどういうことポテトって曲があんのかな、うん、謎ハイテンションだってえ、すごい、待ってよ、こんなに見てる方がいる、こんなホットプレートを今温めてる状況でえ、ここでもうちょっとなんかさ、切ってる、頑張って切ってるところとかさ、炒めてるとかじゃなくて、このホットプレートを温めてるところで180で、嬉しいです、ありがとうございます。イエーイ、じゃあ頑張って作る。なんかね、あ、でもちょっと温かい、ほって感じ、ダメかな、触りたいじゃあごま油いってみます。ほっと、じゃあニコちゃん描いとこう。見える、みんな、ニコちゃんくらい引くの、もっといるかな、ホットプレート大きいね。お正月に新しく買ったんですよ、ホットプレート。最近使ってなかったから、こんな感じ？これでさ、伸ばした方がいい？若干大丈夫か、うん、じゃあ野菜を入れてきます。なんかそう、さつまいもと人参の方が焼きにくいから下に入れた方がいいらしいです。怖い、ジューってなりそうじゃん。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、チーズタッカルビ作った、ちょっと屋台っぽい、いらっしゃいませ、チーズ、人参入れます。え、怖いよ、やめて、ガランとかめっちゃ飛んできた、どうしよう。硬いものからね、確かに火が通らないからね。いや、すごい、この光景面白いな普通キッチンでさ、やるじゃん。フライパンで今日やるか、このホットプレートでやるか迷ったんですよ。でもなんかホットプレートの、なんかホットプレートにしようと思って、今日は
楽しいかな。いっぱい作れるし。このくらい？これも入れていい？玉ねぎ入れます。なんかホットプレートで料理するの初めてかも。なんか面白い。なんかお好み焼きとかさ、もんじゃとかはやるけどさ、やっぱ料理普段さ、これも入れちゃう。とりあえずこれ混ぜる。お腹空いてきた？イエーイ。本当にさ、座りながらってなんでこんな難しいの？混ぜれないんだけど。お箸で混ぜようかな。混ぜにくい。本当に作ってる人いますか？チーズタッカルビ一緒に。いないかな、さすがに。どうだろう、いたら嬉しいけど。でも前もタコライス作った時とかも、作ったよって DM とかで送ってくれたり、餃子とかも嬉しかった。美味しそうだったし、みんな。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。チーズタッカルビを作りしています。夏のお祭りの屋台やってる方、絶対暑いですよね。夏ってだけで暑いのにさ、こんな火の近くにこうやってずっと作るの。絶対暑い。見なかったことにしてください。キャベツ入れます。やばい、これ大量だからこぼれちゃいそうで怖い。ちょっとほぐします。ちょっとだけ、さすがに。タッカルビ100人前ください。だって100人前作ったらどんな料理なんだろう。でも大きいパーティーとかさ、お料理めっちゃ作るってことか。100人とか、そう思うとすごいな。だいたいほぐせたかな。気になっちゃって、ほぐしたくなった。こういうのとか、あ、やばい。美味しい。ちょっといいか。よし、オッケー。肉入れちゃおう。と、肉をこの上に肉を乗せます。さっきの味付けしたやつ。バッ、真ん中ここでしょ。こちらのお肉を入れていきたいと思います。テンションがやだ、恥ずかしい。自分でやっといて。うわー、すごい。え、なんか韓国料理屋さんっぽい。ちょっとタラスがそう、なんていつも話してる。みんなお腹空いてきた？ちょっとどのくらい？じっくりと戻った。お腹もはずやだ。 OK、 こんな感じ。ちょっと置いとく。
ちゃんはないの下。蓋を閉じます。閉じれない。いっぱいすぎて閉じれない。まあいいや。ちょっと火が通るまで待ちまーす。どんくらい待とう。チラチラ見ないと下が焦げちゃう気がするから。味見したいなって。ここで味見したらお腹壊しちゃう。これは4人前。そうそう。ん？はみ出てる。これ？あ、でもしなってきたキャベツが。なんかさ、キャベツとさ、レタスの見分けちゃんとつくんですけど、なんか何にも考えずに言うといつもね、間違える。なんかキャベツ欲しい時とかにレタスちょうだいとか言ってちゃんとね、見分けはつくんで、そんな時もある。4人前多い。あ、でも今ね、家族いるからみんなで食べる、多分一人では食べない、多分さすがに。待って、今何分経ってんだろう。あ、40分ぐらい経ってる。熱そうで怖い。すごいすごい、いっぱい見てくださってる、ありがとうございます。本当に区別できる。でもさ、小さい頃ってやっぱ間違えなかったですか、キャベツとレタス。間違えるというか見分けが分かんなかったよね。これどんくらい待つの、もうちょっと。何しよう。あ、そう、なんかね、チーズタッカルビチーズタッカルビなんですけど、なんか初めて食べたの高校生の頃で、友達と食べに行って、みんな周りの人食べに行ってて、なんか辛いの無理だからって思ってたんですけど、食べたらめっちゃ美味しくて、辛かったんですよ、韓国料理屋の。でもチーズと一緒に食べると、まあなんとか我慢できて美味しくて、それをママにめっちゃ伝えたんですよ。チーズタッカルビ本当に美味しいのって言って、毎回食べに行くたびにママに言ってて、ママはまだ本当に韓国料理屋さんに行って食べたことがないんですよ、チーズタッカルビを。だけどそのレシピ見て作ってくれたりはします、たまに。だから今日作ればって、チーズタッカルビ作ればってママに言われて、チーズタッカルビを作ってるところでございます。だから早くママにも韓国料理屋さんのチーズタッカルビ食べてほしい。ママは辛いの好きだから。そう、チーズでまろやかになる、本当に。なんか辛いの食べた後にコーラ飲むとめちゃめちゃ口の中が痛くなるらしいですよ。お湯とかだっけ、柔らがの辛さが。これまだちょっと見てみて、怖い、焦げてたらやだ。うわー、やばい、見て、ちょっとさ、ライブのあの煙の効果みたいに。あ、ちょっと焦げてるかも、焦げ目がついてるぐらい。なんかちょっと本気で混ぜる、肉を下にって感じ。ちょっと全部、あ、そう、火が通ったら混ぜるんだ、多分。やばい、焦げてそう。ちょっと弱火にします。2個でいいの、なんかちょっと屋台っぽくないですか。いや、怖い怖い、ここで撒き散らしたら。あ、難しいです、両手は。やめよう。いらっしゃい。わー、美味しそうかも。
どのくらい？でも良さそう。すごいモリモリだ。いっぱいある。おお、いいねいいね。でもなんかね、チーズタッカルビの素ってやつもあるよね。一回それも食べたことある。ママが作ってる。普通に一からも作ったことある。一からも作ったことある。一からも作ってくれたことないし、タッカルビの素でも食べたことある。美味しかった。また封印します。あ、さっきよりさ、しなったからさ、閉まるようになった。これならない。そう、チーズタッカルビ楽しみ、早く食べたい。あとそう、今日ね、待って、もうこれ、あ、200人いってる、すごい、ありがとうございます。今日実はね、見てこれ、エプロン初めて見ますか、みんな。これ初めてつけるんですけど、これ自分で作ってみました。ちょっとタト、じゃーん、作ってみた。ポケットもあるんですよ。じゃあ、そう、作ってみました、エプロン、この日のために。なんかこれちょっと見えないんだよな。これ結構可愛いんです、布の柄が。なんかこれ高円寺に、前に、結構1年ぐらい前かな、1年ぐらい前に高円寺に古着屋さんを見に行ったんですよ、探しに。古着屋を、あ、去年、まあいいや、それはいつでもいいんだけど。そんないつとか、みんなそんないついつとかなんないもんね。そんな関係なくて、そうそう、まあ去年、大体去年ぐらいに高円寺の古着屋さん探しに行った時に、この布屋さんがあって、布屋さんじゃないって古着屋さんで布が売ってて、なんか可愛くて、いつかなんか作りたいねって言ってママとで買ったんですよ。でそっからずっと何も作ってなくて、このおうち時間の期間に作れるねって作りました。まだもうちょっと、うわーいいね。そうでね、コージンってどこだよ。で、あの、そう、ママかね、意外とミシンとか得意というか好きです。なんか小学校と中学校の頃あったじゃないですか、授業で。その時中学とかは3年間なんか展示会みたいなの選ばれたんですよ。なんかなんでだろう。ちょっとよくわかんないんですけど、そう、裁縫、なんかママが裁縫得意というか、まあ、好きで、よく昔いろんなの作ってくれてたりしたんですよ。で中学の時エプロン作ったらなんか選ばれた、確か。で高校もなんか手で縫うやつ、手ぬぐいみたいなやつ選ばれたんです。すごいびっくりした。意外と好き。なんかちゃんと決まったなんかあればって感じ。でも下手くそだけどね、ちょっと曲がっちゃったりしたけど。そうだから作ってて、やっぱ衣装さんって本当にすごいなって改めて思いました。でさ、曲がんないようにとかもそうだし、いろんな衣装作るじゃないですか、特殊な形だったりとか。本当になんかありがたさをなんかまた強く感じました。またなんかまた作りたいなと思って、頑張った。このね、曲線の部分が難しかった。ってな感じで作りました、エプロン。だからまた料理配信とかでいっぱい使ってあげたいです、このエプロン。かわいいでしょ。見た目大丈夫、よかった。ミシン確かに怖いかも。なんかあるあるか分かんないけどさ、男の子ってやっぱさ、早く作りたいって思うじゃないですか。だからなんか小学校頃、隣の席の子がめちゃめちゃ一番早くしてて、ミシンって速さ選べるんですよ、ウィーンの、ジャブビーンとかビーンビーンビーンみたいな、一番早くしててめちゃくちゃ早いんですよ、プーンみたいな。逆にすごいと思いました。なんか早いのってもうさ、巻き込まれちゃいそうで怖くないですか。
だから本当すごいなって思って見てました。めっちゃいい匂いするんだけど、ここのこっから出てくる煙が。まだかな。見てみよう。あー、なんてちょっとテレビ番組みたいこれ。どう？ちょっとでもまだだよね。まだだよね。なんか待って、これなんかすごいさ、テレビ番組のあの蓋開けた時みたい。はな今日給食当番みたいなやつ着てましたね。てか給食作ってたよね。美味しそうだった。給食当番とか懐かしい。本当にじゅうなんざいとか気にしてたよね、ちゃんと洗うときに。給食当番のなんかさ、給食当番って1週間で変わるですよね、多分普通。そうなんですけど、その土日に持って帰って洗って置いとくっていう決まりなんですよ。だからちゃんと次の人になんかさ、ね、ちゃんといい匂いだなって思われるように柔軟剤とか気をつけてた記憶がある懐かしいんだけど、給食当番は。これ混ぜればいいか。こちらも。ね。一回蓋閉じていい？絶対洗ってこないやついるって書いてる人いるけど、いますよね。わかるわかる。気持ちわかります。やっぱなんかさ、次の人誰使うかもわかんないから、ちょっとさ、ちゃんといい匂いにしたくなきゃってなりますよね。懐かしい。待って、懐かしい。懐かしいね、小学校とか中学校の給食とか。待って、時間大丈夫って聞かれてる。確かに。あ、待って、外になっちゃった。52分、今やばいね、間に合わないわ。ごめん、私だ。だってハナ、洗ってないの、あなたか。ハナだったのか、洗ってないの。これあと10分、10分じゃ終わりません、これは。延長ですね。もっと30分くらいでできるから大丈夫、時間余るとか思ってやってました。延長します。さすがになんかすごい途中で終わっちゃうのやだな。いや絶対鼻洗ってたよ。いや、やっぱ洗ってない人がまた出てきた一人。あ、俺だだって。ここでバレるやつ。延長します。ここの煙が熱い。次延長します。さすがに最後までさ、やりたいから。何、日差しが僕らやる時、消えたあの日の始まりの景色、君がね。何話そう。さっきさ、CD、アメフラッシュの届きましたみたいなコメント書いてくださってる方がいた。ボリューム7。ちょっと待って、これ。これですか？だよね、サインの。ありがとうございます。いっぱい聞いてくれ。あ、やめて。やめて。うん、気をつけて。これ。聞きました？なんかさ、DM でもコメント書いてくださってる方いた。暑い、ここ。待って、ダメだ。こっからやろう。暑い。あ、確かに、今がさ、一回今やめて、
一回はやめて始めた方がいいってみんな言ってる。確かに。じゃあそうしますね。ちょっと戻ってきてください皆さん、お願いします。じゃあ一回さよなら、バイバイ、あとで虫待ち、バイバイ、すぐ始めます。ちょっと今見てる感じ味が薄かったので、あのさっきの調味料、この星の調味料だね、コチュジャン、醤油、ニンニク、すりおろし、生姜すりおろしを混ぜたやつを作ってまた足します。一回味が薄そうなの、やばいやばいやばい、美味しそう。全部待って、もう煙が来すぎてさ、ちょっと見えないんだけど見えない料理が、待って、まあいいや、頑張ろう。ここは熱い、でも水分出ちゃってるからか、野菜から。いや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 、混ぜる、薄い、大丈夫、野菜炒めじゃない、チーズタッカルビです。でも今はね、ほぼ野菜炒めみたいな感じだね水分がすごい、吸いたい、これピューッつって、もう一回同じでいい、ここ真ん中、うん、どこでも多分なんかのあるよ。いい感じだね、やった、また新料理萌香の作れる、増えたよ、まだ3つだよ、インスタライブでやったやつ。今日は朝ごはんをヨーグルトにしといた、ヨーグルトとグラノーラ、なんかチーズタッカルビ食べようと思ったから。こんな感じ、とりあえず閉める、もういっか、もうほぼタッカルビでもう火が通ってるので中心を開けます。ちょっとロードにしよう、ロードにする。でもなんかお店によって違う気がする、なんかさ、こっちとこっちにさ違うチーズが、違うわ、まあいいや、それはいいんだ。とりあえずマーカーは真ん中に道を作って、チーズの道を作る気です。オッケー、よっしゃ、こちらナチュラルチーズを入れていきたいと思います。うわー、本場だ本場、これもうちょっとさ、道狭めた方がいい、狭める、お、こんな、ちょっとチーズが多く見えるように道を狭めます。交通整備入ります、落とします。チーズ大好き、何チーズが好きですか、みんな。溶けるチーズはもう、これはもう本当美味しい。あとモッツァレラチーズ大好き、水牛の。
チーズたっぷり美味しいよね。こんくらい？もうちょっと。いっぱい入ってれば美味しいもん、ね。はい、とりあえず足りなくなったら足します。水滴がすごい。今できるかなこれ。いける？そこまで時間はない。なんだけだったらいけるね。大丈夫。なんか待ち時間あると思ってさ、ギター一応持ってきてた。ちょっとだけ弾くじゃん。焼けた？え、もういい？よくない？あ、できたできた、すごい。え、だってちょうどよくないこれ。いきなり引いちゃったか。ちょっと手洗ってきます。もっとでかかった。皆さん、お待ちかね。え、いい？もう、行くよ、本当に。どうやって、こうやって開けばいいか、こうでか。いきます。じゃーん。あれあれ、さっきみたいに煙すごい出ないけど。できました。煙湯気だ。え、待って、すごい美味しそう。見えますか？見えにくいかな。ちょっと、下に向けるよ。ほら、美味しそう。めっちゃ今、ここだと、多分画像だと見えないのかな。チーズタッカルビできました。イエーイ、美味しそう。今早速食べていいですか？食べます。じゃあこれに入れて、でまず具材を取ります。え、すごい美味しそうなんだけど。なんか嬉しいね、やっぱ自分で作ってできると。やっぱ箸で。これさつまいもだったらもっと嬉しかった。今季節じゃないのかな、さつまいもって。どうなんだろう。
あ、これ普通野菜と一緒に取るものだったわ、忘れてた。チーズ全然取れない。待って。これさ、待って、これで取るべき。いや、野菜と取るべきだよね、やっぱ。どうしたらいい？取れないんだけど。あ、写真撮った方が良かったか。ちょっと映るところスクショ自分でした方がいい。なんかこれコメント消すみたいな、なんか全身が映るやつがあるんですよね。どうやってやるんだろう。ちょっとやってみていいですか。やめた方がいいか。やめとこ。待って、どうやって自分でスクショするの。できない、できない。え、待って、ちゃ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 、え、どこちょっと待って。スクショ分かるやり方。ここそこを同時に押すみたいな。ここで、そう、あ、できてる。オッケー、ありがとう。多分できてる。まあスクショできてなかったらまあね、しょうがない。で、チーズが全然取れなかった。じゃあそれではいただきます。待って待って、うん、美味しい。あ、じゃがいもでも全然美味しい。待って、こっから取っていいですか。じゃーん。え、待って、すごい美味しそう。よいしょ、いただきます。おっほっ、おっほっ、おっほっ。あっつい。あっつい、びっくりした。うん、おいしい。チーズやっぱすごいわ。うん、おいしい。イエーイ、みんなありがとう、見守ってくれてて。みんなお昼もう食べましたか。まだかな。うん、おいしい。うん、無限に食べれる。これやばいよ。ポテト、ポテトっていうのかな。ポテトにチーズ。学んだ。もういいかな。クック開く。うん、おいしい。嬉しいね。みんなも作ってください、ぜひ。ほんとおすすめ。なんか、こんなに量いらない人だったら普通にフライパンでできます。普段ママがフライパンで作ってくれる。同じ感じの作り方で。うん、ふん、イエーイ。なんかなんか話すことも大丈夫だよね、他にないよね。そう、エプロン作ったってさっき言ったんですけど、作ってるところ一応カメラで撮っといたんで、もしかしたら載せるかもしれません。イエーイ、イヤリング、ありがとう、かわいいだ。え、これどこで終わろう。終わり時がわかんない。食べ終わるまでめっちゃ長いし。あー。
全然美味しそうじゃなかった今のあのところ。もっと美味しそうなところやんないとさ。これちゃんとできたのかなってなっちゃうよね。人参にもつけてみます。あっくいわ、やっぱ美味しい。もうある程度食べたから終わりでいっか。皆さんどうでしたか？そうだね、早くみんなと食べないと。家族で、またなんか作ります。うん、何作ろう次は。また配信もやります。こんないっぱい見てくださってありがとうございました。嬉しい、本当に。こんなでもみんながさ、コメントでなんか応援してくれたり、なんていうの、見守ってくれてるから、すごい頑張れます。いつも一人だったら絶対諦めちゃうから、いつも。ありがとう、みんな今日も見てくださって。楽しかったもんかも。じゃあまたどこかでお会いしましょう。バイバーイ。今日も一日幸せな一日にしてください。元気に過ごしてください。バイバイ。みんなからバイバイって来たら拾う。コメントさ、ずれてるじゃん。またねってきた。バイバイ。ありがとう、見てくださって。バイバイ。よいしょ。